はい、というわけでね、久しぶりの、俺たちスタジオに来ておりますが、2019年、今年の新しいシマノのロッドが届いたということで、何本あるこれ、ここにまで 1,2,3 でしょ、で 4,5,6,7,8,9,10 万円、ああもうすごいことになってる。まずは、ダンボールに入ってたらね、中身よくわかんないんで一気に開けていきたいと思います。オープン。はい、あーいらっしゃい。こんなにも、もうこんなもん釣り具屋さんぐらいでしか見ることない。ほら全部竿、らいこっちゃ。まあこれもね、こんだけこうなっててもよくわかんないんで、さらに、上げていきます。オープン。バラマンディの動画見てた。いやもう大変。はあ、ここまでね、見てくださいよこれ、すごいごっちゃですよね。まあパッと見、アドレナ多めというか、ほぼほぼがですね、フルカーボンモノコックグリップってやつですよね。こういうね、グリップがまあベイトもスピニングもこことフォアグリップ、リアグリップ、すべてがカーボンモノコックグリップになったという、まああれね、2018年、去年に、アドレナが、まあ、このフルカーボンモノコックっていうのを採用してね、これになることによってめちゃくちゃやっぱり軽くもなったし、感度も良くなったし、その分パワーアップにもつながるみたいなところで、どれからいこうかな。手前のやつ、これはアドレナの2ピースモデルですね。番手が 166M の2ピース、まあ、166M なんで、まあ、ベイトの、一番使いやすいところで、僕、まあ、今年もね、2019年もたくさん海外行く予定だっていうか、海外だらけ、今ね、これ撮ってるの2月の中旬なんですけど、1年間でおそらく10回以上海外の予定がもうすでに入ってしまっている。言っていいところで言うと、4月、3月、4月、5月は分かんないかな。いやでもかなりの頻度で行きまくると。まあ、そういう時にね、2ピースやっぱり持ち運び便利っていうのもあるし、で持ち運び便利な竿って今までどうしてもやっぱり、ロッドとしてなんか不満がとか思ってたけど、最近の2ピースはめちゃくちゃいい。特にこのアドレナの2ピースめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。はい、続いてはこちら、同じ番手とかもあるかもしれないからね。ああ、これはね、1610MH の2ピース。 1610MH って言ったら、6ヒート10インチですよね。おかっぱり、でやるとき、まあ僕なんかもうほとんどね、まあ、一番短くても6点ぐらいが一番おかっぱりで使う中では短いかなぐらい、ベイトは特に。で、まあそんな中で、ちょっとこう強めの、例えばスピナーベイトで言うと2分の1オンスのドーン投げるのも良しだし、このロッドで、テキサスリグとかね、最近流行りのフリーリグだとか、まあそういった打ち物もいけるという、まあそういったロッドになっていると、ね、これが2ピースだからね。いやこれめちゃめちゃ便利よ。例えば全然スイムシルもこれで OK やし、海外だけじゃなくて、まあ、例えば新幹線で、ね、国内のフィールド転々とするとか、いう時もこれすごく重宝する。まあ僕の場合ね、ロッドをいっぱい新幹線でも持っていくんで、まあ、この辺は忍ばす程度かな。こちらはですね、おベイトフィネスのロッド、これも2ピースでね、今年のニューモデルになります。 163L の BFS163 なので6ヒート3インチ、
ね、比較的短めのロッドです。短めのロッドで例えば、まあ、ネコリグ、あとはまあライトなラバージグ、スモラバとかね、まあ、ロッド今ね3本紹介してきて、うん、大事なことに気づいた。まあ、新作のね、丸太商店新作のキャップ被ってる、まあ、これはどうでもいいんですけど、チャック開いてた、チャック開いて映ってないよねこれね、今ここ映ってないよね、チャック全開で喋ってたわ。さあ、本題のアドレナのワンピースの方行ってみましょうね。これ行ってみましょうかね、手前から、あ、これはね 1610M の G ね。あ、これね、まあ、G なんでグラスコンポジットです。巻物にすごく向いてるロッドになります。1610M、 これはね、アドレナ、グロリアス、アルティマ、すべてのモデルに、ある番手で、その中でも、まあ、すごくね使い勝手がいい巻物ロッドだと。この 1610M っていうところに、グラスコンポジット、グラスが入って、巻物向きになってるっていうところで、例えばね、今年の19のアンタレス、あれなんかとセットすると、まあ、非常に巻物、中量級っていうんですか、そんなに重たくないところね、8分の3オンス前後ぐらいまでのものをピュンピュン投げていくっていう釣りに非常に向いていると。今年ね、あのザップで、ピニチョッパー界デッドスローにジュニアのモデルができたんですね。で、そのピニチョッパー界デッドスロージュニア、名前が長い、それをやるのもこの 1610M の G、 これが非常に適していると。これはね、ちょっと太いぞ。あー、172M。172M。これはね、がっつり俺たちテストしておりました。まあ、俺たちチャンネルなのか、まあ、いろんなメディアのね、ロケの最中で、僕はこの辺、こう、黒いテープで隠して使ってたモデルなんですけど、72の M です。長い。長い。で、正直、僕は、おかっぱりをすることが非常に多いし、ボートで釣りするときもやっぱりメイン琵琶湖なので、ロングキャストをすることが非常に多い。というかディスタンスを取った釣りっていうのがもう自分のなんかスタイルになってる。だから人よりも少しでも遠くに離れて、アプローチしたいっていうときに、やっぱりロッドは長い方がまず遠くまで飛ぶしね、で遠くでかけた魚をフッキングしようと思った時もロッドが長いと、フッキングパワーも伝わりやすいし、例えばね、おかっぱりやってて足場の高いところでバスを抜かなあかんとか、足場の間にブッシュがあってブッシュをこうかわさなあかん、これ短いロッドでかわそうと思ったらなかなか難しいところをロングロッドでかわしてキャッチするみたいな、まあ、そういった使い方が非常にしやすくなる。で、M で、これ、カーボンのモデルなんで、グラスが入ってないモデルなんで、例えば、障害物周りで、こう、例えばウィードをカットして、釣るとか、そういった使い方に非常に、マッチする。例えば、ドームで言うと、8-3とか2分の1とかね。まあ、2分の1ちょっと重たいかな。8-3ぐらい、がベスト。で、あと、TN のシリーズ。TN シリーズの60とかはこれは非常にロングキャストも効くし、っていうかもうノイッケで、TN60 をフルキャストして広範囲を探りたいって時にはもうまず間違いなくこの 72M が向いてくるんじゃないかなと思います。はい、あ、ダウスビードブルーぶっ飛ばすのもめっちゃ飛ぶ。スピニングいきましょうか。スピニング、これがね、268の UL268の UL、これアドレナのね、アドレナに今までなかったというか、まあ、これアドレナのシリーズでは一番長いスピニング、違うか、ツーピースの方で76っていうのがあるんで、 76M っていうのがあるんで、ワンピースの方では一番長いモデルになるんですけど、この 68UL 何に使うかって言ったら、これね、正直僕ね、テストに時間をかけすぎたというか、本当は去年欲しかったんですね。去年ね。まあ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 、1年遅れで今年、デビューなんですけど、これは、ズバリ、ブレディです。はい。
ブレディ専用と思ってもらっても全然 OK。 まあ、ザップのねブレディ、まあ、2番3番ありますけども、軽いんですね、非常に軽い。でその非常に軽いものをキャストして、まあ、それだけの長さ6、8っていう長さがあって、でこれね、こうやったら分かるかな、あーカメラに入らないな、竿先がすごい柔らかい、これ竿先がすごい柔らかくて食い込みがすごくいい。例えば、ブレディ以外だと、まあ、キシザーであるとか、あとミドスト関係ね、ジグヘッドに、これぐらいのシャッド系のワームをつけて、こうロッドをこう振りながら、この振りながら、これでもミドスト好きな人やったらこの振り見ただけで分かると思うねんな、うわこれ釣れそうってなると思うねん。で、例えばフリックシェイクね、フリックシェイクのインチワッキーとか、まあ、そういった中層ふわふわさせる釣りっていうのも、このねシャキッとしてないの、はっきり言ってちょっとだるい感じなの。でもこのだるい感じっていうのがめちゃめちゃ気持ちよくて、一回魚が口の中にルアー入れたら離さないね。だから、まあ、マキシザーにも使える、ブレディにも使える、インチワッキーにも使える、そういうジグヘッドの中層スイミングにも使えるという、まあ、そういうふわ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 ゴキュンギュー、これ、163ml、これはね、まあ僕はあまり使用頻度としては高くないです。ただ春とかね、狙いをきっちり、もうここのこの杭のここを通したいっていうのがもう近距離でもうはっきりしてる場合、そういった場合は確実に、こういった短めのロッドで仕留めに行く、まあ、そういう使い方をします。さあ続いてこれ、同じく 268UA、 先ほど紹介しましたね、複数本、これめっちゃお気に入りの竿とかね、複数本届いてる、これ166H の SB、 あ、これはね、おそらく川島さんがテストしていたモデルだと思うんですけど、66の H の SB は何かっていうとスイムベイトです。少し重ための巻物に使えると。で、これ 166H 短めで、こう男性も、男性っていうのはこの曲がりも曲がりやすいと、低弾性になっている、ね、で66なので、例えばレンタルボート、まあ、関東に多いようなレンタルボートレイク、関西でいうとつぶろこね、まあこれ僕ね、今これこうやって動画撮ってますけど、現在何時、今10時ぐらい、違う、9時か、9時前ね、今9時前なんですけど、夜のね、3時起きです、3時起きで今からつぶろこに行こうと思ってます。はい、だからつぶろここれ持っていこうね。さあ続いて、続いてはこれいきましょうか、167L の BFS、まあ、67のベイトギネスのライトなモデルなんですけど、まあ、長さがあるんで、ネコリグとかね、まあ、そういったものもベイトギネスのリールと組んで、カバーに打っていくっていう時に、このロングレングス、長さによって、まあ、有効になるシチュエーションがあればこれを使うという、まあ、そういう感じですね。続いて、ベイトはこれ 172M は先ほど出てきたからね、さあスピニング、この2本ね、これ同じ竿なんです。これね、これはね、まあお待たせしました、待ってた人もおるかなっていうか、これもね、僕がこっそりと昨年のロケ、何のロケあったかな、こっそりとテストでずっと使ったロッドなんですけど、番っていうのは忘れてたね、 2611MH、見てこれスピニングですよ。僕今なんて言いました、 MH のスピニング、これやばくない、6フィート11インチ、まあほぼ7フィートあるんです。でほぼ7フィートあって、MH、 これねめちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。まあそうね、僕がこれずっとテストしてたっていうと、皆さんだったら何に使うか想像できると思うんですけど、ちっちゃいガバチョです。はいこれね、3000番4000番というちょっと大型のスピニングリールをセットして PE の2号を使うと。で、カバーの中にぶち込んで、そこから引っ張り出せるパワーがあると。
ベイトタックルの川内で使ってたリーグあるでしょ。例えばラバージグ、まあまあ、今時だったらそのベイトフィネスのね、カバーに入れる用のジグありますよね。例えばザップで言うと BF ストロンガーとかね、そういうのもありなんやけども、普通のカバー打つジグあるでしょ、あれも使える。例えば4分の1オンス、8分の3オンスとか、そういった普通のカバーを打つジグとか、普通のテキサスリグ、普通のフリーリグ、まあ、そういったこれベイトで今まで使ってきたね、ベイトで使ってきたやんっていうものをスピニングで、使うことができると。まあ、そこにね、戦略的な優位性、あ、これこういって、スピニングタックルだったら、例えばちょっとスキッピングさせづらいようなものをパンパーンってスキッピングさせるのもやりやすい、ね、それはもちろんやりやすいですよ。僕でも例えば、ガバチョね、スピンガバチョをカバーの下に入れていくときに、ベイトタックルで、カバーが濃いからといってベイトタックルでピューンっていってバックラーを恐れずに投げれるかっていうと、やっぱりスピニングでシュワーンっていった方が決まるし、すごく投げやすいと、ね、で、まあ、そういったキャストっていう部分でも非常に、役立つし、スピニングしか使えないっていう初心者の人にもこれを持ってると、まあこれで例えばスピナーベイトを引きましたっていうのもありだし、クランクベイトを引きましたっていうのもありだし、まあ、そういうみたいな、そのこれスピニングで投げるっていうようなものもこれだったら投げれるので、これは非常に、重宝します。6フィート11インチ、まあグロリアスにしてもアルティマにしてもアドレナにしても、ほとんどのモデルは7フィートからグリップが抜けるんです。7フィートから。でもこれは6フィート11インチでグリップが抜けるんです。だから短くなるから、海外に持っていくのも非常に楽だから、なんか強めのスピニングタックルで、なんか、例えばメタルジグ、ね、昭和ジギタックルの代わりに投げたいとか、まあ、いろんなバリエーションが多分あるじゃないですか、釣りには。そういうのにもすごく高次元で、対応できるモデルが、このアドレナの、もう一回言いますね、2611MH。これはほんまにね、持ってた方がいい。いや、持ってた方がいい。だってね、カバー持てるし、もうスキッピング決まるし、なんせ強い。グロリアス行ってみましょう。グロリアスは、今回唯一のこのね、グリップがコルクのモデル、これは 166M の SO ソリッドだ。ソリッド、これ 66M のソリッド、まあ 66M なんで、すごく繊細に、ライトリグを扱 うロッドです。例えば、そうね、4分の1オンスクラスのフットボールとか、4分の1オンスクラスまでのガード付きのコンパクトジグとか、あと少し重めの猫リグ、あとなんだ、軽めのフリーリグ、8分の1オンス、4分の1オンスクラスまでのフリーリグ、テキサスリグ、まあ、そういったリグを繊細に動かして、でティップがね、これソリッドティップなんですよ、ね、でソリッドが分かりやすいようにこのスレッドね、ガイドを止めてある部分がこの上 1,2,3,4つは赤くなってます。ラスト3本はですね、グロリアスで、かつフルカーボンモノコックグリップが採用された新たなシリーズって言ったらいいんですかね。これね、グロリアス XCっていうモデル、エクストリームクランキング、これ何かっていうと、巻物にめちゃくちゃ特化したモデルが3本登場すると。でそのうちの1本がこれね、 173MHG、 なんか聞いたことありますよね。そう、俺たちが作ってきたアルティマの 174MHG、 これにすごく近い、使い方はほぼ同じです。ね。ピーニーチョッパー、スイムジグですね。スイムジグを巻くのに、ものすごく向いてる。ロッド。
で、G、まあ、グラスコンポジットなので、すごく食い込みがいいです。で、まあ、少し重めのクランクベイト、これも OK だし、トリゴンの重たいですね、70、これも OK だし、巻物の中でも、重めの強めのものを巻いていって、カーボンでは弾いちゃうなっていう時に使ってもらいたい。それがこの XC、 グロリアス XC の 173MHG です。真ん中モデルはこれ、長さは7フィート、 170M の G。 これ70の M の G って言ったら、アルティマで言うと70の M、 170M っていうのがアルティマにありましたけども、それと同じです。名前は 70M の G、 これ G クラスコンポジット、これがいろんなクランクベイトね、シャロークランク、いわゆる60ミリクラスのシャロークランクであるとか、キャブルね、キャブルは80も OK だし、オリジナルサイズも OK だし、あと巻物で言うと何々、いや、いろいろありすぎてわからないぐらい、まあ、それぐらい、多くの巻物をカバーできる、それがこの7番の M の G。 ラスト、これはですね、このグロリアス XC のシリーズの中の一番、短くてライトなモデル、 1610ML の G ね、6フィート10インチの ML の G なので、これは、TN60 であるとか比較的軽めの小さめの巻物にすごくマッチします。だからおかっぱりで巻物、例えば春の巻物、どれを持っていったらいいですか、そういう人にはもう間違いなくこれを持っていってください。19ガンタレスと合わせるともう抜群、抜群の抜群、ウルトラ抜群ね。例えばダウズビドをピューン投げてぐるぐる巻いてドカーン来るときに、そのなんていうのかな、バラしたくないとか、ちょっとショートバイトに悩んでるとか、いうバイトをこの G は絡め取っちゃうんだわ、絡め取ってくれるね。まあ、そういういろいろ、あ、これ今 G やったら魚かかってんのになっていうような時に、すごく使える。で、もう一回言いますけど、この1610ML の G、 これはね、なんといってもスイムジグ、ちっちゃいところね、ジュニアのスイムジグ、PD チョッパージュニアのシリーズにすごくマッチするね。今年その PD チョッパー海デッドスロージュニアっていうのができますけど、これにアンモの 4.5 をつけて巻いてくる釣りにも非常にマッチします。ロッドティップがね、若干曲がった状態で、スイムジグのウエイトを感じることができる。で、その曲がりがね、フッと戻った時、こうグー曲がってるのがフッと戻った時っていうのがバイトね。その瞬間、口の中にジグが入ってバスがその違和感なく離しづらいっていうのが、この G の入った、ね、XC のモデル、これもね、グラスコンポジットとは思えないぐらい軽いし、非常に使える武器になってくれると。忘れてた、今帰りかけた、忘れてた、ちょっと待って、忘れてた、これ、はい、これ、リールも届いてるから、これね、はい、リール届いてます、リール。これはね、あのバンキッシュね、バンキッシュも2019年、モデルチェンジしましたから、ステラとの一番の違いは何かっていうと、これね、めちゃめちゃ軽いんです。どっから上げよう、これがね、C3000 の MHG で、これも C3000 の MHG、 これは2500の SHG の C3000 の MHG、2500の SHG と、だいたいね、まあこうしようか、これね、3000番、2500番、3000番が1237台中5台ね。最近ね、なんか僕ね、スピニングがどんどんね、でかいなんかスピニングが好きになってきてて、まあそれはまあまあ、ロングキャストしたいであるとかいうのがあって、で、まあ C がつくやつね、この C3000 っていうのは何かって言ったら、ボディがコンパクトなんですよね。まあ1個仮にじゃあ上げてみましょうか。はい、ハンドルがこうなってるね。
こちらがボディ。軽い、めちゃくちゃ軽い、すごい軽い、むっちゃ飛ぶんですよ。スピニングタックル、スピニングリールって飛距離あんまりそのね、気にしないじゃないけど、でもなんでこんな飛ぶんだろうっていうぐらい、この C3000、C3000 っていうか、この新しいバンキッシュのシリーズめちゃくちゃ飛ぶようになってますね。で、まあまあ性能的にはもうバンキッシュなんで、めちゃめちゃね、まあそらスムーズだったり、ドラッグもめちゃ最高だったり、とにかく軽い、で、そして強いっていうバンキッシュね。で、スピニングリールのこの3000番率っていうのが上がってて、で、まあこの MHG はね、一番使うから、この C3000MHG っていうのが一番こう多く届いてるし、まあもちろんこうやってね、本当にライトなリグを使うっていう時はこの 2500SHG、まあ、ハイギアのモデルですね。で、まあこれ何で使われてるかって言ったら、これハイギアに対して、まあ、ノーマルギアで、スピニングのねノーマルギアを使うシチュエーションっていうのもやっぱり、あるので、一定にラインテンションをコントロールするっていうところで言うと、僕はノーマルギアを使うことが多くて、この C3000 が2台に合うという感じ。はい、まあ、このねバンキッシュも、本当に僕今からもロケなんで、持っていこうと思います。ではこれにて、終了したいと思います。ありがとうございました。